野崎チャンネル速報第2弾ということで、今日朝ですね、まあね、あのゴルフ場の、駐車場でですね、撮ったね、それはこれ朝ね、それはこれ見たらね、この日刊スポーツ一面ね、山川人的保障和田ね、そうなのかと思うじゃん、言い訳みたいな感じなるけど、俺も日刊スポーツ所属だし、でも違ったんだね。だからまあ結果的に言うとね、あの会のね、投手がね、山川の人的保障で選ばれたことをね、球団が発表したとね、いうニュースがもう今ね、あのゴルフ終わって帰ってきてね、今日仕事なかったんでのんびりしてるとね、入ってきてね、まあ渡辺 GM は甲斐野選手に、チームにとって救援投手が大きな補強ポイント、まっすぐとフォークで打ち取ることができるライオンズにないタイプの魅力的な投手ですと。甲斐野選手はね、突然のことではありましたが、ホークスには本当にお世話になり感謝しておりますと。ドラフト1位で取ってもらったものの、期待に添えるような活躍はできなかったと思いますと。チームメイト、監督、コーチ、スタッフ、フロントの皆さんに温かく見守ってもらい感謝していますと。今回僕を評価、指名してくれた西武球団にも感謝していますと。チームの雰囲気が明るく、ファンの方も熱いイメージがありますので、ベルーナドームでプレーするのが今から楽しみです。最後にホークスファンの皆さんに感謝を伝えたいです。いい時も悪い時も声援を送ってくれ、福岡の街を歩いていてもよく声をかけてくれました。ケアから復帰した時にマウンドで受けた声援はずっと忘れません。今後のホークス戦でもこっそり僕だけ応援してほしいですと。これから野球人としてやるべきことは変わりませんので、ブレずに自分らしく頑張っていきたいと思いますというコメントを発表しておりますが、山川選手の人的保障は和田投手ではなく甲斐野投手が移籍すると発表がありました。だからまあね、全くの誤報でもなく、何か大きな力が裏で働いたのか、わかんないよ。もう妄想だから。ね。もしくはこれ、まるっきり嘘っていうか、まあ勘違いを報道しちゃったのか、もうわからないけどもね。実質はそうだったけど、これは大変な事態になってるぞと。大きな、このね、世論も含めて、バサーサキの YouTube もそうですけども、含めて、いろんなことがあって大変なことになってしまったぞと。って言って、何か裏で大きな力が働いたかもしれない。これはもう想像だけどね。まあ、もしくはもうそんなこともなく、ね、ただ間違っちゃったすいませんっていうだけでね、本質的な甲斐野投手が選ばれたっていうこと、なのかもわかんないですけども、まあこれもね、決定じゃなくて、まあ近く発表かっていうね、ところだったんでね。そういったところでは、まあね、このもうチームからね発表されたっていうところでは、甲斐野投手がね、人的保障の移籍っていうところが、発表されました。だから朝撮った動画はなしです。はい、まあでもあれでもね、近日発表するかどうかだからね、それ待ちましょうっていうね言ったところで、実は違うかったっていうところでね、まあこれはでもね、ホークスにとったらね、あとホークスファンの皆さんにとってもね、和田投手がね人的保障じゃなかったっていうのはね、かなりのビッグニュースで朗報でしたね。レジェンドだしね、この大栄選手がね、最後まで残って、やっぱりそのレジェンドのね、象徴、ミスターホークスの和田がね、そのままホークス戦で、生涯を全うして、引退セレモニーを、ペイペイドームでしてあげるっていうのはね、やっぱり本人にとっても、ファンの皆さんにとっても、球団にとっても一番いいことだし、ね、朝の動画でも言いましたけども、未来ね、ホークスの監督は多分和田がね、絶対、することになってくると思うからね、そういったところでは、あのニュースがね、事実にならなくて、本当にね、ホークスファンの皆さんもかなりね、安堵してると思いますしね、チームとしても若い選手にしても、ドラフト1の前田投手にしても、非常にね、良かったんじゃないのかなっていうね、現実にならなくて、っていうところはありますね。そして、まあね、その甲斐野投手っていうところに目を移すと、これで、ホークスは2年連続ドラフト1位の、投手を、人的保障で流出するっていうね、昨シーズンは、近藤選手の人的保障で田中正義投手がね、日本ハムに移籍して、これまたね、非常に田中正義選手にとったらね、プロ野球選手になって一番いいね、結果をもたらしたっていうところではね、非常にいい活躍になったし、甲斐野投手もね、西武に移籍するっていうところで、渡辺 GM が言ってるようにね、やっぱ今の西武ライオンズの一番の課題っていうところでは、やっぱりリリーフ投手陣の再建だと思うんだよね。まあ、平が、先発に行った。ね。そんで、ちょっと増田がね、ちょっと能力がね、ピークを合うすぎて、ちょっとずつ落ちてきてるっていう、
ところでは、まあ、ドラフト2位のね、上田くんとか取って多分後ろに行くんじゃないのかなっていうところはね、佐々木も予想してる、ところではありますけども、若干ね、後ろのメンツが、まあ、怪我もあったりね、まあ、今年は豆田とかね、まあ、水上の副長っていうところもあるし、豆田の活躍っていうところもあるんでね、後ろがね、ちょっと若い世代で層を厚くしていこうっていうところはあるけども、まあ、若干ちょっと心もとないっていうところで、この回の投手がね、ライオンズの、後ろにしっかり、入ってくるっていうところで言うと、まあ、下手したら守護神もね、あり得ると思う。まあ、だから2年連続人的保障選手がその移籍先で守護神っていうのも十分考えられると思うし、今の西武にとったら来年ね、一気にオリックスの3連覇を防ぐためにはね、リリーフ陣の再建っていう中では、このね、甲斐野投手の存在っていうのは非常に大きなものになるんで、もちろん甲斐野投手もね、一軍でバリバリ投げていくっていうところも、ほぼ確約、怪我さえなければね、ほぼ確約されてるっていうところでは、ライオンズと取ったら喉から手が出るぐらい欲しいポジションの、素晴らしい選手っていうところが取れたっていうところでは、山川が出ていったとしてもかなりチームにとったらね、同じぐらいの戦力、そのチームバランス的にはね、チームバランス的には山川と同じぐらいの戦力になる可能性は、救援投手として非常にあると思うんで、来季のね、西武ライオンズの戦いっていうのは、やはりこのね、お正月の、ところでパリーグの順位予想をして西武をね、A クラスに持ってきてますけども、やっぱり西武はね、今年台風止めになるんじゃないのかなっていうところはね、この甲斐野投手の移籍でさらにね、強く思ったなっていうね、ところは、あります。まあ、というところでね、まあ、朝のね、動画もあったんで、まあ、これはね、訂正っていう形でね、甲斐野投手が、人的補償で、西武ライオンズにね、移籍したっていうニュースをね、ここでお伝えしますけども。で、朝ね、ちょっと時間がなかった言えなかったんでね、この FA の人的補償問題っていうところで、ちょっと考えて提言したいなっていうところがあって、それをね、ここからちょっと話したいと思います。で、まあ、近々で言うと、まあ、昨年のね、田中正義、選手の人的補償っていうところでは、まあね、このホークスで、なかなか、まあ、怪我もあってね、本人の怪我もあったっていうところもあるけども、チャンスをつかめないっていうところで、新天地に行ってチャンスをつかむだったりとか、そのベテラン選手を弾いたところをしっかりね、相手の戦力を削いで、自分たちのね、戦力アップ、もしくはね、その選手の生き様、ね、技術、もしくは野球の姿勢っていうところを、多くの選手を吸収してもらうために、その、手本となる選手を取ってね、チーム力を上げていこうとかっていうところはいいと思うんだけども、ちょっとオリックスをね、日高が、FA の人的保障になった時に、うんって思ったのが、まあ、1年目っていうところを考えると、日高投手のことだけを考えると、チャンスがなくて1軍に出れなかったわけでもなければ、層が厚くて出れなかったわけでもない。まだ1年目っていうところで、その、オリックスバファローズが、そのアマチュア時代から見てたスカウト編成の中で、こういう風に育成プランを持って育てていこうっていうところでは、1年目はこういう風にやっていこう、2年目はこういう風にやっていこう、3年目はこういう風にやっていこうみたいな感じで、そのスパンを考えて育成プランに乗せて育てようとしてると思うんだよね。で、その選手が、これはカープが悪いって言ってるわけじゃないんだよ。カープはこの日高を指名したのはめちゃくちゃいい選択だったから、前の動画でも言ったけども、これは非常に良かったと思うんだけども、そのカープが悪いっていうより、このシステムはね、のこと考えれば、カープがいいとか悪いとかそういう問題じゃなくて、ルールに沿ってやってるからね。でも、その、1年目の選手が抜けるっていうのは、まあ、本人にとったらもちろんこっからね、本当に山本由伸みたいに広島でね、大エースになってメジャー調整していくっていうね、なっていく可能性もあるんで、そこはね、未来に向けては何とも言えないけども、まあ、一つの疑問としては、ここで移籍することによって、オリックスが日高に対して、抱いていたアマチュア時代からの育成プラン、そして今やってること、そして1年間やってきたこと、そして2年目、3年目とやっていこうというプランニング、体力強化も含めて、技術の進歩っていうところも含めて、プラン通りにやっていこうっていうところが全部断ち切れて、で、広島に行って、もちろんここで広島がね、すごいプログラムを持って育っていくかもわかんないけども、やっぱりオリックスの方が知ってると思うんだよね、日高のことについて。で、これ新しいところに行けば、もちろんここから素晴らしくなると思うけども、それってどうなんやっていう、皆さんどう思います？それは。それがね、4年目、5年目の選手とかね、もう10年目の選手で移籍するのは俺はもう全然いいと思うんだよね。で、それをプロテクトしなかった、方が悪い。ね。で、だから今回もし和田がされてたらね、西武が悪いわけじゃなくて、和田をプロテクトしなかった、球団が悪いっていうところにね、なるっていうところは朝の動画でも言いましたけども、ね、朝の動画でもね、オリックスは、
今年4連覇することをね、重点的にやることによって未来への投資っていうところでは、まあ才木とか川瀬とかね、斉藤とか他の若い投手もいるから、その中でまあ日高が外れちゃったっていうところだけどもね、だからこの選択はまあ仕方なかったかなと思うけども、1年目の選手が人的保障されるって誰のためにも下手したらなんないんじゃないのかなっていう不安があるんだよね。そう考えると、もうここもうちょっと考える時が来たんちゃうかなっていう、人的保障でもね、あのところで言うと、今人的保障って28人なんだけど、これを32人か4人か5人増やして、2年目の選手まではその人的保障に全員入れなきゃいけない、強制的に。でその中で途中で育成に、その育成に切り替えて育成の中でしようとするから、育成にその年育成になった選手は、人的保障の対象内の選手とするっていうね。育成になったからって言っても、その年、その1年支配下選手だった選手は、その年人的保障な、育成選手になったとしても、人的保障の対象内にすると。で、プラスアルファ32人か、まあ、4人か5人、どっちか増やして、1、2年目の選手は全員プロテクトに入れなきゃいけない。っていうところのルールって、やっぱりその育成長い目、アマチュアから見てる、こうやってプラン通りっていうところでは、1年目の選手は必ず入れなきゃいけないっていうところで、人的保障を32ぐらいに増やしてやるっていうのも俺は一つの案と思いますけど、皆さんどう思います？ね、でもしくはもう前々から言ってるけども、人的保障をやめてね、あの保障は全て来年、だからいわば今年のこの FA だったら2024年のドラフトね、 A ランクだったら1指名で、B ランクだったら2指名っていうところの譲渡ね。だから仮に言うと、もし今年のね、じゃあ西武とソフトバンクで言うと、来年ソフトバンクだ、今年か、2020年のドラフト、ソフトバンクはドラフト1巡目指名参加できません。でその代わり西武は参加できるんだけども、これどうするかっていうと、1巡目は11球団で入札します、今まで通り。でそれで西武の獲得選手が決まったら次もし他に決まってない選手チームがいたとしても、そっから参加できます。で今年のロッテみたいに、あの抽選外れてして最後まで決まらなかったら、11球団のドラフト1位が決まった瞬間に次の12人目の、だからまあドラフト2位のウェーバーの1番目になるってことだね。取れて、でも2位からはウェーバー上。だからソフトバンクはもうそのウェーバー上。今年で言うと、まあ2023年ドラフトで言うと、まあ3位だったんで、1、2、3、4、5、6、7番目ってことだね。になってくる。もしくは B ランクだったら2巡目を、西武だったら今年は5位だったから、だからパリーグから始まったから3番目と7番目に取れるっていうね、ところにして人的保障をなしってするのも俺はいいかなと思うんで、ちょっと1、2年目の選手が抜けていくっていうのは、ちょっとプランって考えた時にどうなのかなっていう思いもあるからね。取るチームからするとね、めちゃくちゃいい選手が取れたから、ルール内だし、別に広島カープが悪いわけでもないから、非常にいい選択をしたっていうところもあるけども、そこら辺がなんかんーってちょっと思っちゃうんだよね。せっかくプラン通りやってるのに、それをまた断ち切れて、もう一回ゼロから始めて、新しい人たちが今までやってたことを、そんなんダメだよ、あこっちだよって言い出したら、ね、この1年間が無駄になるっていう可能性もあるしね。みんなが同じ考え方じゃないしね、それ OK っていう人もいれば、いやそれよりこっちの方がいいよっていう人もいるだろうし、そういったところもね、1年目でチームが変わって、いや自分こうなんですって言えるわけでもないしね、それがもうプラスに働くっていう可能性もあるし、マイナスに働くっていう可能性もあるから、まあ、五分だからね、どっちに働くっていうのはまあ分かんないけども、やっぱその育成プランは取ったところがやるっていうのが俺はいいんじゃないのかなと思って、人的保障を進めるんだったら32人33人にして、1、2年目の選手は全員プロテクトしなきゃいけないっていうね、強制的に。で、育成の、逃れを防ぐために、その1年間支配下だった選手は育成になったとしても人的保障の対象内の選手とする、もしくは人的保障を全部やめて、A ランクは、その年の、ドラフト1位権、
で、B ランクはドラフト2件っていうのを相手に譲渡。まあ、もしくは A ランクをドラフト2件。で、B ランクをドラフト3件譲渡っていうね、1位は取ってっていうね、ところにするっていうのも一つだけど、でも1位取れない方がやっぱりいいと思うんだよね。A ランクって多分3人ぐらいだからね。そういったところでやっぱり A ランクはドラフト1位、B ランクはドラフト2位っていうところの先ほど言ったね、システムにするっていうのは、俺はちょっともう、ひょっとしたらもう変え時なんちゃうかって思いますよね。皆さん、どう思いますか？まあ、今回ね、日高が1年目で、GT 表彰の枠になったっていうところで、どうなんだろうっていうところをサザエがね、疑問に思ったところを今回ね、動画にしてみましたから、皆さんのね、コメント、皆さんの思いだったり考えだったりね、今回の和田、もしくは和田があったかもわかんないからね、そうならないようにするためにも、そういうのもどうなのかなっていうところもあるんでね、皆さんもぜひね、ご意見を、受け付けております。ということで、朝出したね、和田ではなかったというところなんでね、回のっていうね、ところになりましたから、そこを訂正してね、動画にまとめてみました。それでは皆さん、ご感想、お待ちしております。